ザサササ始まりました本日も父さんがお送りする見下ろし型ゾンビ芸 TLSA のお時間がやってまいりました <noise> はい、どうもこんばんは皆さんえー、ステージはどんどん引き続きでですね今、えー、3まで来たかなここですね、えー、最初のスタートの町から住宅街スーパー寄って集合住宅 で次行きたいところは、このえ大住宅じゃなくて、こっちか、隠れ家ですね。隠れ家の方に向かっていきたいな。なんで、このペースで行くと、隠れ家、次は住宅街まで来てるんで、住宅街からえ隠れ家行って、全駅地かな全駅地2か所、ショッピングモールが行きたいですよね。でも、ここ、こっち行きたいね隠れ家行きたいんで、隠れ家行って、全駅地、全駅地。でも、このドクロマーク2ってことは、これ、きついってことだよね、多分、こっち。 今見ればよく考えるとえ、じゃあ隠れ家じゃなくて住宅街の方がいいかな11でこれ2だもんね22だもんねドクロこれ強そうだからこれ3でしょあちょっとまとりあえずここまで行ってみたいですもんねで今は123で今3つ目なんで4の5の67かうんそういうことですね今7分の3まで来てます。 次住宅街行きましょうかってことはここまで行くのにガソリン2個使うんで、えー、今ガス欠状態なんでここのマップでガソリンを2個なんとかゲットしていきたいと思いますさてやっていきますか早速まずはあレンチゲットおいいね序盤からレンチいいじゃないですか一応ですねえっ、ー、と武器関係は、えー、ショットガンもあるんでねソーンオフっていう武器もあるんであハンドガンの弾2しかないな じゃあもうソーンオフにきハンドガン打ち切っとく。ハンドガン打ち切っときましょうか。打ち切っちゃって、で、一応ですね、ようやく分かってきたんですけど、これスタミナ値も半分じゃないですか。これバックパックの、えー、アイテム使うとスタミナもこれ回復できるんだね。ちゃんとよく見ようって話じゃないスタミナの上限を大きく回復するとか書いてあるじゃないですか。食べられる、これを使うと上限をわずかに回復。はい。ああ、わずかに回復しましたね、確かに。これはブルーハニー、えー、装備。 違違う違う,違う装備装備じゃない。えー、上限値。これも、あー、ちょっとずつ回復しますね、やっぱ、使うと。この辺、どんどん使って、え回復して、上限値上げていきましょうか。水、うん、水か。水か、スタミナ上限を少し回復。食べられる球根、根っこってことですね。これでスタミナ、だから、どん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 。 この拾ったアイテムを使わないと私、今使ってなかったから毎回毎回やられちゃってたんですけどこの辺を細かく使ってスタミナの管理、ね、スタミナ管理と体力管理ですねしっかりしておけばいいとで、この上限値 HP の上限値に関してはここあるじゃないですか減る代わりに特殊能力が増えていくって感じだよねで、えー、注射を打てばこれの上限値が上がるのかな まだ分かってないんですけどそれも回復今結局上限値が落ちちゃってるんで、えー、その辺も気をつけながらやっていかなくちゃいけないですねということで早速集中モードで左側に固まってんのかこの辺の薬草とかもしっかり取って、はい、回収して隣接はなるべく弾を使わないように HP が削れるぐらいだったら弾使っときたいっていう感じで結構いるなここほいはいはいとどめの一撃しっかりとどめの一撃して ここ大丈夫オッケーここも一撃余裕がある時にまああんまり食らわないようにしなくちゃいけないですねさっとここ集めれるなでこのねアイテムの反応してるところが反応したりしなかったりがこれがわかりづらいんでなるべくおここにあるぞバッテリーあるんじゃねえかよっしゃ電池2個目いいですねあこっ全然下にも部屋あるぞこれああここ壊れて 入れないかゾンビに壊してもらわなくちゃ入れない系ですね。ここなんか色々ありそうですね。しっかり回って。あーでもゾンビいないな。レンチとかで壊せるわけじゃないっぽいですね。ダメだな。ここ、あ入りたいけど入れない。もどかしい。これ入り方知ってる人います近接とかで。ダメか。パンチしても。これパンチしたら入れないかな。 入れるじゃん。<laughs> ちょっと待ってください。入れました。はい、あさります。弾ありがて弾が一番ありがたいですね。今のところあ45口径オッケー。結構見落としがあるんですよね。自分であの収録した動画を編集するじゃないですか？で、編集する時に見てると結構取りこぼしてるんですよ。私アイテムだから、もうちょっと集中しながらね。注意散漫にならないようにはい。 しっかりこれで周り見てよしゾンビいますねいやーいるわ爆発ゾンビいるわはいこれは勝手に爆発するからこれあっ近づくとダメなのねあっ近づくとこれ減るわやばいやばいやばいやややばばばいいいこの状態になった時に本当は使わなくちゃいけないのかな感染用え重症の感染者サンプル研究に役立ちそうだ感染ダメージ2これ使ってみようかなどう感染ダメージ減る止まらへんやないかい これやばいな。えー、手榴弾、栄養ドリンク、スタミナを少し回復。うーん、ライフルをわずかに回復。スタミナの上限を、うん、わずかに回復。スタミナ上限、レッドカラー。これ食べよう。食べて、ライフ、わー、来ちゃったよ。そうだよね。HP 減るもんね。えー、ライフ、近接毛、あこれいいね。ライフを1回復する。これにしよう。OK。収まったかな毒。いや、まだ毒ってるな。 こあー止まったこれ毒きついっすねめちゃくちゃ持ってかれるわえっ、ー、ともうちょっと体力回復したいけどうーんもう感染ダメージしかないもんなスタミナ治療腐敗ダメージうーん使用後にライフを少し回復回復しときましょうかちょっとでもこれ上げといた方がいいですよね爆発の後のあの感染がきついな よし、じゃあちょっと慎重に行きましょう。いきなり HP 削れちゃったんで、バックあるな。バックとガソリンがある。はい。ここら辺は近接でなんとか、素手パンチまさかの素手パンチやばい逃げろ危ないえー、ちょっと待って、ここで近接を、えーと、レンチに変えよう。はい。これどうだはい。レンチ。レンチ強いでしょ。はい。ほい。スい強い。いいですね。ワンパンが強い。レンチ。振りが遅いけど、その代わりに。 攻撃力が高いショットガンの弾やばいな <laughs> 意外に痛いあの爆発ゾンビの毒がやばいよしここで、えー、とまずガソリンどっちかしか拾えないあーどっちかしか拾えないんだじゃあカバン先行こうかカバン先持って帰ってヘイ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 いやいる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 ちょっと大回りしてうまく見つからずに全員倒す必要もないんでうまく見つからずに 運び入れたいですねこの辺もスニークスキルも全部が全部ダッシュゾンビじゃなきゃなんとかなるんですよ正直スタミナ回復しつつゆっくり歩いてはい次はガソリンだねまあ、ガソリンはこれしょったままでもワンチャンいいですねこんだけか必要なものはこれだけだけどガソリンが足りないんじゃないかなあさっていこう OK 包帯あ包帯ありがたい くれぐれも知るな、常にヤバめで <laughs> スクショしよう <laughs> 嘘でしょこれそんな目もある常にヤバめでっていうおっ、知お前潜水魚の缶詰オッケー。時間経過で上がっちゃいました近接ダメージスタミナリロードああ前転中に武器をリロードあ確かにこれいいな近接ダメージ50% まこっちかから行きましょうかスタミナはあまり減らしたくないんでこっち取っておきましょう HP が少ない代わりに特殊能力はてんこ盛りですねはい回収からから OK ガソリンですね問題は行けるかゾンビいるなとりあえずここの村で漁されるものを漁りきった感じだけどまだガソリンが足りないなどっかないかなガソリンここ近接か 近接はいはいとどめの一撃、はい、これでガソリンが2たまるかどうかだな問題はいやこっち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 ,こっち,こっち急にマウスがあっちこっち行っちゃってんだよなはいとどめの一撃ちょっと車の修理エンジンの修理もしておきましょうか新品同様ださあガソリン問題2行くかあ行くねギリ2行きましたギリ2行ったけどもうちょっとよく出るからもうちょっと探索しましょうか はいとどめの一撃残り19回近接の回数もちゃんと見といた方がいいですねレンガゲットこっちとどめの一撃よしだいぶ容量掴んできましたんでねこう見えても、はい、いやつかめてない掴めてない掴めてない掴めてない,てない全然掴めてないわごめんごめん掴めたって言ったのに全然つかめてませんでした、はい、このマウスだなエイムの当て方がちょっと難しいですよね狙いがオッケー 回収探索して、あドットサイトみたいに拾ったぞ。はい。とどめの一撃。よし、順調です。<laughs> HP の余裕が全くないことがね、そこだよね。ああ、これ、狩猟ライフルじゃなくて、ハンドガンの方がいいですね。ハンドガンに切り替えましょうか。はい、打っていきます。リロード。しっかりして。リロードしっかり決める。 うわ、特殊ゾンビっぽいやついますね。ここら辺のゾンビとかもしっかりやっときましょう。周りはうーん、物資ないかなーなさそうっすね、物資。リロード。シクルリロードシクルの時ダッシュでキャンセルした方がいいっすね、これ。あここ入れるぞ。あっ、これ地下に降りれるのかうわ、ツーステージだ。うわー地下室あるわ。やばい。 ちょっとリロードしてリロードあちょっとやまず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 、これまず非常にまずいやばい HP がない危ないちょっと待て、リロード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 まい、まずい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  HP が今ないんすよ余裕が危なこっちょっと待ってくれよ地下室あるぞ頭拾ったないっすでも危険なところは頑張りゃほらやけに軽いぞガソリンちょっと拾いましたね1ぐらいは取れるかなガソリン 危険なエリアは攻めた分だけの何かはあるはず布これなんだあ扉かドアい、e、いですねあとはあされそうなところ棚スレッチハンマー来た重量オーバーいやースレッチハンマー欲しいよえどうしよう通常の速度で歩けなくなった重量来たあ知識もめちゃくちゃ上がってますねこれ電波塔が必要かうーんと何か作る44分の4 これ、改造パーツとかもつけていきましょうか。ドットサイト。精度を高めるホログラム式の赤いドットサイト。ダメージプラス10。拡散範囲25。うーん。ライフルにつくかなこれ。ついた今。ライフルにつきました。あついたっぽいですね。あついてないこれ。んライフルについたのか今。装備中、ライフル。あついてますね。あついてるついてるついてるついてますわ。ソードオフ。あー、いやライフルでしょ。ライフルキーの。 ハンドガンは残りに、捨てるとかあるのかな、アイテム。捨てる。一応、弾が9ミリが102かなこれ今、残弾数10、40、ショットガン多分も40あるな。レンガが重そうですね。捨てる、あ、捨てるあるじゃないですか。えー、違う、これじゃない。えっ、ー、と、戻る。レンガを捨てる。捨てますか、レンガ。これで42。ちょっと軽くなりましたね。まあ、ちょっとこれで歩きますか。 重量オーバーの状態で、えー、扉ここ扉しかないですねよしゃとりあえず出ましょうスレッジハンマーを持った状態でちょっとこの辺のゾンビはやっつけてきましょうかじゃあ持ってないちょっと待って何,何,何も何,何も持ってないあないえっと、えー、キッチンナイフ装備はい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 やばいやばいやばい,やばい,やばいこれは積んだかこれはお願いお願いお願いします ちょっと待ってくださいよいや掴まれたら一発アウトやねうわこよみんここよみんケンケイジ衛星兵いやーきついなマジか次略奪さでいきましょうかいやこれまた1からでしょいやこれさステージレベル そうだよねジエンドにいるもんねだからジエンドって名前なんだ <laughs> マジマジかちょっと待ってくださいこれちょっとスキル上げてくわえーっと感染耐性これ上げた方がいいねうん感染耐性20かこれで上げていきましょう感染耐性上げてこうよしうーえー諦めへんででもまあまあ、まあ、コツはつかんできたんで動くね 進み方なんとかいけると思うんですよねーよしこのこのターンで行ききろうこのターンで行けるとこまで行きましょうさあ到着しましたガスケツまずは集中はい右側ですねこれなアイテムも欲しいんですけどあんまり長いしない方がいいのかな長いしすぎると結局だもんね 結局そういう感じだもんね長いしたせいでやられちゃう可能性の方が高いはいほいほいほいこっちこっちこっちでそっちそっちはいとどめの一撃 OK まだいるはいあ見えない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 ちょっとまずい見にくいよし OK う<ー>ん <laughs> 最初はいいんだよ最初は序盤はいいんですよね 後半3、おいやめっちゃいるじゃん、下にゾンビ。キッチンナイフゲット。4、5匹もいる。それはまずい。あんまり会いたくないですね。はい、ここは壊せる、これ。あ、壊せるわ。よし、回るぞ。あ、また地下室あるわ。降りますか。えい。武器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 ブキまたさ、これなんでリロードしてないのこれ、普通リロードしてないおいーいいね。 マック10。いや、ウージーっぽいね。なんか流れ的には。角材拾って。ここは角材でいきましょうか。はい。いや、強いかも。この銃も。サブマシも。いい感じ。あー、こっちいけない。え、なんでいけないこっち。いや、いけるはずでしょう。いや、いきたいっすね。なんか。いけないって言われると、ガソリン拾った。やけに軽い。ガソリン拾ったから、これいけそうっすよね。ここ押せないのかなこれ。 ええー、ダメか。こっちなんか、行けそうな雰囲気してるんですけど、行けないっす。しゃがんでもダメで、ね。前転は無理だね。無理っぽいっす。うーん、めめめめガソリン拾っただけか。よし。じゃあこっち、あっ、ここにもガソリンあるじゃん。ナイス。半分は入ってる。あっ、これ一個ずつ。ああ、そっか、ガソリンも一個ずつか。しまった。ここにいるな、敵が。 こっちから回ってゾンビにバレないようにいやいっぱいわあうわこれ足速いパターンやばいやばいやばいこれはまずいやばいゾンビトレインできちゃった後ろ振り返ってはい強いあちょっとめちゃ強いぞめちゃ強えぞめちゃんこ強えわ一掃しましたやっぱ連射武器最強やよしこれはちょっと これ最初っからこの武器だったら勝てたかもしれないこれ強えわこの武器あちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って近接ナイフでいこうかなよしとどめの一撃はいよっしゃこれはちょっと望みありだぞガソリン入れてはい2までいったもう1個ガソリンありましたねいやいいぞ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 ここに来て 急に武器がめっちゃあでも弾なくなってえ弾がないもんそういうことね強いけど弾使いますよみたいな話かこれ9ミリ9ミリ武器かな布ゲット先進んでガソリン拾いましょうこれ走ってくるやつがほんと怖いんですよマジで急に来るからこの子達そんな強くないなナイフで一撃できるのあはいオッケーテープ拾う棚まだありますね 雑誌ここ扉か、OK。マジで、あの、ほんと爆破ゾンビはほんと誤算だったな。近寄っちゃダメですね、爆破ゾンビ。しばらくは。あっ、こっちは下に降りる感じね。OK。回収して。あー、あるわ。このフェラルフォードが来るやつ。<laughs> 電源入れるよね、そんな。 それは電源入れるしかないって話になるよなこれ回復してえマジやりますこれまあでも今ここで死んだとてだよね死んだとてワンステージ目なんでそんな痛くはないですよね3分の1はいあれフェラルやりきるとなんかいいことあるんですかねとりあえずこれでガソリンは取ってえー、フェラルあ薬が薬マークありそうですね 薬あるのかなはいとどめの一撃そして後ろよし近接で後ろを取られて捕まれなきゃいいんですよねまずは OK あー。あされる今アされるマーク出たなこのアされるマークがこれ消えたりついたり消えたりするんですよねどこだこっちかアされるマーク OK45 号機ゲット武器な弾欲しいなめちゃ強いなこの武器 ウージー、ウージー、ウージーかな素手、素手、素手パン。とどめの一撃近接がなくなった感じか。OK ーー了解。あ、違う、マック1 0って書いてある。いや、マック1 0か。マック1 0って書いてれば、この武器強いぞ。えーと、あ、ここでサンプル取れるんじゃないかな。いい、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 いい。あ、ちょっと待って、電池持ってたのさっきのパターンだ。さっき2個もあったのに電池。もうそのさっきのプレイヤプレイヤー死んじゃったもんな。 そういや電池なくなったんすね私ちょっと電池探しましょうゾンビ倒してゾンビ倒して電池ゾンビゾンビ倒してゾンビ倒して電池ゲットしようケー。ゾンビ電池はねえか電池持ってない電池電池勝つあげ電池ないかいないね電池私に電池を私に電池をくれ電池が必要なんだ サンプルが手に入る、そうしたらここは飛び越えれますね結構このマップもあ意外に広いなこっちもあるな家はい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 、はい、電池を探してあゾンビルーはいパンチ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 とどめの一撃とどめの一撃やばいオッケーはいせ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 いといめの一撃はいはいはい いつか扉開くんかあ、普通に開けれたわ。これで開けれるわ。<laughs> いやあ、ちょっとあの、今の見なかったことにしてください、皆さん。今のは見なかったことにしたキッチンナイフゲットした。キッチンナイフゲットした。いや最初から鍵開いとったっていう話ですね。はい、すいませんでした。じゃ引き続き、おーしいデスアダー。リボルバーみたいなのゲットしましたね。これか、12発装填。いいですね。弾が入ってる感じがいいわ。 オッケー、ここも漁ったと、はいパンチ、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 パンチはい、とどめの一撃あとは、だいたい漁ったからこの右下のエリア行けてないのこのお墓みたいなところこれ行ける行けるの外国はあー、見えない壁かじゃあ、あそこで呼び呼ぶしかないですね大量のゾンビたちを大丈夫呼んで ここ、電池欲しいんだけどな、電池さっきだったな、2個あった、2個持ってるわと思ったら、それ、今のターンじゃなくて、さっきのターンでしたね。はい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 、とどめ、薬草を回収して、ガソリンタンクみたいなのがあって、ここもしっかりやっつけていく、この向きが重要だね、向きが結構、とどめの一撃、起き上がっちゃうもんね。 こっちへ次へでこっちへうわ食らってるけど一応取り憑かれてはいないよし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 これマウスの向きだねこのマウスの方向で問題は出ました <laughs> これやる意味あるのこれ鍵靴鍵え開かないけどどうやって開けるのこれゾンビに壊してもらう的ないやこれどうするやってみますかとりあえず これクリアした試しがねえんだよなー、えー、よーしペダルフォードた返しやぜさあ来いナイフ持っとこい一応先にねまたリロードしてないよこれほんでほんでまたこれリロードしてない落ちでしょおすげえおあ一応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 ,あ一応リロード冷静に落ち着いていこう 当たんねええなんでここ当たんないぞちょっと待って当たんねえぞ当たんねえ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 し壊されそうだし壊されたしちょっと待ってなぜ当たんなかった今これはまずい一人ずつおびき出して冷静に行こうこれ足早いけどこいつは大丈夫だからこいつは意外に大丈夫ほらほら意外に大丈夫ほらねいいんじゃないフェラルクリアしたんじゃないですかこれで私おっ いいですね。フェラルクリアしました。やればできる子。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。で、扉開く的な感じかなこれ、扉開くどうだ何も落としてない。扉開きそうじゃないですかあやっぱ、黒は、報われるんだね。いや、でも、こて手で、だから、電池持ってないって、ほんと。ねえ、容器がない。電池がない。これ以上持てない。容器。 これあら電波塔の代わりなんですね。はいはいはい。でもスキルポイントはないから、意味ないやん。え電池。あの、電、電池。頑張ってさ、今倒したんだけど、え、電池。嘘でしょ。<laughs> 嘘だ。マジ本当いや、マジっぽいですね。完全マジだ。このマジな話ですね。とりあえずじゃあ、行きましょう。 弾無駄遣いしただけでしたはい <laughs> マジか次の街行いこうえー、ガソリンスタンドスーパーあもうスーパーいやでもど,どっちにしろゾンビマーク2個ついてますねまあ、行きますか次スーパーは行ったことあるんで次はガソリンスタンドへ向かいます